受賞が決まったのは、人を含む多細胞生物の遺伝子制御で重要な役割を果たす生体分子マイクロ RNA を発見したアメリカマサチューセッツ大学のビクター・アンブロス教授とハーバード大学のゲイリー・ラブカン教授です。2人は遺伝子の活動を制御しているマイクロ RNA の働きを突き止めました。マイクロ RNA は人でも見つかり、 その働きに異常があると、がんの発生や先天的な疾患などにつながる可能性が指摘されています。ノーベル委員会は、人を含む多細胞生物にとって不可欠な遺伝子制御の全く新しい原理を明らかにしたと評価しています。